おはよう、ラジオ聞いたよ、ありがとう。おはよう。おはよう。やるわゆ、あ、朝から可愛すぎや、はらちゃん。ありがとう。今日も可愛い、ありがとう。目がうるうる、うるうる。ギャルなのね。そうなの。聞いてくれてありがとうね、ラジオ。おはよう。がラジオ、あら、見た目、雰囲気がつぐさんに似てる。本当？ほぐまつぐみさん。ギャルとは知らなかったよ。愛の声癒された。本当ありがとう。そう、初めて、なんかラジオのスタジオみたいなところでラジオをしたから、本当、なんか本当のラジオみたいなところでやったから、すんごい緊張した。今日お団子にした、なんかピンで出てる、お団子にしたの。お団子、うふん、髪の毛出てきちゃった。おはよう。ラジオね、めっちゃ緊張しました。ラジオ楽しかったよ。今日の OD も楽しみ、あ、そう、 OD も楽しみに見ててください。き、ん？待っててください。みはるパイセンは優しかった。うん。めっちゃ優しかった。なんか、あゆが、ちょっと噛んじゃったんですよね。何回も噛んじゃったり、読み間違いがあったりとか、したんだけど、だけどね、みはるさんが助けてくれたっていうか、こうだよって教えてくれたりして、すごい優しかったです。あとなんか、なんだっけ、あゆは写真撮りたくて、でいつのタイミングに撮ればいいか分かんなかった時に、終わった後に時間があるから大丈夫だよって言って、めっちゃ優しかった。なんかラジオ聞いてて気になることとか、あゆの気になることとかあったりしますか？原稿読み最後怪しかったけど、あバレた。今日の配信の完全版も楽しみだ。そう、完全版だから多分あゆがたくさん間違えてるのがさ出てきちゃうかもしれない。はる先輩の声も癒されるし、はらちゃんの声も癒される。ほんと？そりゃギャル語やろ。ギャル語？先輩とがっつり仕事をしたの初めてだった。多分初めてかな。うん、朝配信してくれるの嬉しい、かわいい、ありがとう。はゆちゃんおはよう。おはよう。おはよう。ラジオで聞くと聞く声がめっちゃ子供だった。あ、本当？ラジオで聞く声がめっちゃ、そう、なんかさ、ラジオってマイクがあるわけじゃん。なんかマイクに向かって喋るって思うと、なんか声がいつもの声と違くなるんだよね。普通だったらおはようなんだけど、マイク通すとおはようみたいになっちゃう。おはようって。
運動神経抜群をギャル、どういうこと？運動神経抜群だったらギャルってこと？いつもよりホワーってしてた。そう、なんかねはるちゃんもホワーってしてるし、はるちゃんの喋り方もホワーってしてたから、なんか雰囲気がホワーってしてて、はゆもそれにつられたのかな。それかそのラジオを通した声がとねホワーだったのが癒しボイスでした。ありがとう、癒し癒し、おはよう。じゃあ今日はこの配信で、あのラジオでやったみたいな声でやってみようかな。ハラちゃんギャル、え、そう、なんかああいうマインドがギャルなんだよね。見た目はこんななんだけど、うるさまし、パイセンからギャル指導受けたの。え、指導は受けてない。え、そう、ギャル番長ってね、はるちゃんが言ってくれたんだけどね、ちょっと違うの。あのあゆが学校で言われたのはボスギャルって言われたのね。ボスザルみたいな。え、さっこいさん聞いたことあった？あったよ、ありました。もちろん名言、マインドがギャル。また名言作っちゃった。マインドがギャル、え、そう、ほんとマジマインドギャルでめっちゃ強そう。ボスハラ、それもそれで、そう、マジでボスギャルって言われてるの。そう、ラジオではボス番長って言われて、なんかああいうその時にあのボスギャルだって思ったんだけど、なんか言えなくて、そうなんですよ、ボスギャル長なんですって言っちゃったの。ハラちゃんの一人称はなぜにあゆなの？え、わかんない、なんかちっちゃい頃からあゆって呼んできたからあゆになった。なんかでも途中からうちとかになったんだけど、でもやっぱなんかあゆになっちゃった。中1とか中2はうちだったけど、中3でまたあゆになっちゃった。おはよう、昨日のラジオ癒されたよ、よかった。あやん、これからボスギャル出てくるかな。そう、多分ずっと配信とかしてたらさ全然出てきそうだけどね。いってらっしゃいってウィンクして、いってらっしゃい。これでいいのかな。どんな中学校生活送ってんだろうギャル。え、なんか中学校生活普通だよ。だけど休み時間とかによくなんていうの、ギャーギャーしたりする。悪いことはしてないんだよね全然。まだ隠してるんやな。うーん、多分さっきの仲間あゆかパイセンやファミリーあゆさパイセンもあゆだった記憶があります。本当？やっぱあゆってついてる人あゆが一人称にしやすいんじゃない。知らないけどね、これはニックネームあゆさぶろうにしてみませんか。なんかいいのかな。それもね、まあ考えたは考えたんだよ一応。けどさ、まだもういや知らないから、なんか勝手につけるのもなって思って、許可が降りたらやってみたい。ギャラ先生にだるがまりました。え、なんか国語の先生、女の先生なんだけど、めっちゃ可愛くて大好きだから、毎回先生大好きって言って授業中言ってる。先生がちゃんと回ってきた時にね、先生大好きって言ってる。かわいいね今日もっつって。はゆの好きなイチゴ、はよ。
先生も釣ってるの確かに先生もさ釣られちゃうかもね。あゆね、あゆ太郎もギャルっぽかった。あ、マジ、あ、なんか面白いって感じがする。あゆ的にはなんか、あと学校で、中学校で推し作ってた。めっちゃあの先生の中でとか、あの先輩、あゆはもう3年生だから先輩はいなくなっちゃったけど、先輩の中で推し作ってなんか遊んでた。ちょっとお腹がすっちゃったのに朝ごはん食べさせていただきますね。先生、まゆちゃんのこと応援してるよね。うん、めっちゃね応援してるよって言ってくれる。先輩の推しはいた。あ、本当？なんか作る道じゃない？まゆ可愛いと大好きだから、可愛い先輩とか、え、もう超可愛いみたいになってた。あと友達がめっちゃギャルみたいな子が多くて、もうなんかもう髪の毛巻いたりぐるんぐるんにしたり、この前卒業式あったんだけど、卒業式もあのぐるんぐるんにみんなで巻いてイエーイってしてきた。可愛い先輩に話しかけられた時はドキドキしたな。え、めっちゃわかる、そのさ、あのそれ、その気持ち。だからあゆもギャルになったのか。多分ね、 JK になったら本格的にギャルになる。わかんない。でも見た目は別にギャルにしようとは思わないけど、マインドはまんまギャルでいこうかなと思ってる。いや、わかんない。でもお友達作れるか心配だからさ、陰キャになるかも。あやの口から陰キャが出てしまった。うん、ギャルなんですよ。あうん、はい、仕事行ってくる。行ってらっしゃい、頑張ってね。秒でお友達作れそう。ああ、でも中学校はさ、なんか小学校から同じところ、小学校が同じところに、同じところだった、小学校が同じところだった子たちと違うとこから来る子たちが集まるわけじゃん、中学校って。だからあの中学校に入ってあの初めての子もいるわけだから、えでめっちゃ可愛い子を見つけたのね、入学式で同じクラスで。で、あのえやばい、これは話しかけなきゃと思って、めっちゃあのなんていうの、自己紹介みたいなやつ終わった後に休み時間とか入った時にって言って、その子のとこ走って、えめっちゃ可愛いねって言って話して、そうしたん、その愛が話しかけたのがきっかけで、お友達になった子が今の大親友なんですよね。いい話じゃないね。いい話でしょ。その子 NGT に入れて、え本当にね可愛いのけど、なんか NGT みたいな、あのなんていうの、可愛いタイプのあのキュルキュルタイプってよりかも、かはなんか綺麗系なのね。だからなんか K-POP アイドルとかにいそうな顔してるかも。かわいい。
可愛い子にはいけるタイプなんだね。うん、可愛い子大好きだもん。推し様見つけた。そう、推し様もね配信で出てきましたね。モデルとかね、その子スタイルもいいから絶対モデルいけるだ。今身長160何センチだろう、5とか。ガンガン行くな。ガンガン行ってた。じゃあ15分経ったし、ラジオのね感想も言ったので、スクショタイムはね、しなこうかな。みはるさんにもガンガン言ってない。みはるさんね、そのラジオの時に話したり、なんだっけ、ん、何落としたんだっけ。あ、そう、みはるさんはラジオの時にお話したりした後に、いつも公園で一緒だったりすると、あゆが全体に出てみはるさんが公園出るって時だと、なんかよくね絡んでくる。ギャルギャルって言って、その前にも公演が終わってお見送りする前にはけてくるじゃん。でうちらがいる廊下の前を通るのね。でよかったですみたいな感じでやったら、みはるさんがでやるから超可愛くて、もう超可愛くて、さあ先輩ともねたくさん仲良くしたいなって思う。待って待って、スクショタイムにしよう。はい、どんなね、どんなポーズがいいかな。ラジオのポーズってないよね。まあいっか。いちご持ってみて。いちごさっきも全部食べちゃったの。デコポンしかない。はい。あ、ギャルピー。はい。多分。ねえ。あと何がいい？猫ちゃんとか。あ、楽しい配信をありがとう。こちらこそたくさんラジオをね聞いてくれて、感想をたくさん言ってくれてありがとう。黒目に吸い込まれそう。どういうこと？吸い込むよ、吸い込むよ。怖い、あや怖い。愛人、こちらこそありがとうございました。お仕事とかそれぞれ用事を頑張って、今日も一日頑張りましょう。じゃあねー、バイバーイ、ありがとう。